東京世田谷区で一家4人が殺害された事件から18年が経つのを前に警視庁は当時の現場を再現した 3D 動画や遺留品の情報を公開しました2000年12月30日世田谷区の住宅で宮沢幹夫さん一家4人が何者かに殺害されました警視庁は事件の解決につながる情報を集めようと 当時の現場周辺の状況を 3D 動画で再現しホームページ上で公開しました。また現場に残された2枚の黒いハンカチについて凶器の包丁を包むために使われていたことや犯人が顔に巻いていたと見られるハンカチの長さが63センチで比較的顔が小さいという犯人像を明らかにしました。新新たたに更新された情報は英語 中国語、韓国語でも掲載されています。